お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、えー、ちょっとだけね、今日お話ししようかなと思うんですけど、まず一つですね。今日、YouTube 僕、あげません。はい。ちょっとだけね、サボらしてください。ごめんなさい。えー、その代わりと言ったらなんですが、今夜23時ですね。ちょっと夜遅いんですけど、えー、もう世界大会をかけた試合がね、あります。私。あと、一試合かでは、なんとね、今年の、クラロールリーグ2021の、 えー、個人戦のね、世界大会に、ね、出ることができますっていう、今激圧です。あと一人倒せば世界大会ですね。<laughs> えというわけでね、えー、ちょっと今ね、試合終わったばっかでね、もうほんと眠いんで、マジで目は開いてないかもしれないんですけど、ま、なん残っちゃってね、方もいると思うので、まあ、簡単に説明しますと、今年のね、クラローリーグ2021は個人戦なんですよね。 そして、世界大会には32人出れます。32人。で、すでに24人はもう決まってるんですよ。24人は決まってます。で、残りの8枠を決める戦いが今行われてて、8枠は32人ですね。えー、この今年ね、もう頑張ってなんかポイントを稼ぐ仕組みがあったんですよ。で稼いで稼いで稼いで、稼いで24人に入れなかった、まあ、25位から、えー、56位くらいのね、32人の中から、えー、このね、 トーナメ方式ですね。4人グループトーナメ方式で、えー、突破した選手が、まあ8人ね、えー、世界大会に出れるというところで、僕ね、最初のこのトーナメのここね、勝ちました。いや、マジでかしかも、初戦の相手が、え全、ー、シーズンマルチ世界1位フィニッシュっていうすごい化け物だったんですけど、正直、きついよねって思ってたんですけど、なんか2-0のストレッチ処理ね、えー、そういうことできて、本当にもう、神テンション上がってます。こう見えて。 で、あとね、一勝すれば、世界大会で出れるよ、ということで。まあ、去年はね、えー、まあ、チーム戦でね、まあ、周りが強かったのもありますし、本当に世界行けて、すごい嬉しかったんですけど、まあ、個人で世界大会っていうのは行けたことがなくて、本当に僕がこう、クラロアリーグに挑戦し始めたのも、世界大会で個人で出たいっていうのがあっての、えー、まあ、僕のこのクラロアのね、スタートといいますか、原点だったので、 そう、クラロワリーグ、えー、挑戦し始めて4年目ですかね。初めて、えー、個人の世界に出れる可能性がね、もう目の前にあるので、そのに全力で、えー、ほんと勝てるか負けるかはもうその時のね、運だったりとか、えー、僕のまあ実力とか、まあいろいろあると思うんですけど、えー、ぜひね、応援していただけると、えー、力になります。で、昨日ね、というか、えー、さっきね、勝った試合はアーカイブ残ってるんで、もうぜひね、クラロワ公式チャンネル、あの、試合をさって、僕のね、 よいしょ、見てみてください。まあ、そんなわけで、えー、今日のね、動画も以上になります。夜11時からです。えー、他にもね、日本の選手がこう、たくさん出てるので、まあこの僕が動画撮ってる時点ではどうなってるかまだちょっとわかんないんですけど、まあ、みんなでね、はい、他の日本選手もね、ぜひ応援して、日本人がね、えー、たくさん世界に出れるといいなと思います。そんなわけで、お疲れちゃんです。またねー。